あれこれ平坦かと思ったら少し登ってる。タバイが違うな。向かい風がだんだん強くなってきてる。この待合室玄関みたい。最高だ。
なんか結構礎石とか残ってるな。ああ。おお、登ってる。やっぱある程度は登るのか。よし、ここピーク。
水シリローと書いてシリツカリ。労働の労でツカリって読むんですね。尻つかりってあの尻屋崎と山挟んだあの行き止まりの集落みたいなところかな。尻つかり漁港か。今日はそっちには行かずにまっすぐ南下します。
下ってるようだけど、全然スピードが、下っててもスピードがあんま上がらない。おう、なんか踏んだ。この音は、伐採中か。うわ、なぎ倒されてる。これ向こうに砂漠があるのか、砂丘があるのかな。全然見えない。
向こうの方に沼みたいな池みたいな地図上に出てるんですけど、森で何も見えない。あ、今なんか横切った。何台も小さいの、遠すぎて見えなかった。タヌキとかよりも小さかったな。リスかな。何らかの管理はされてるのかな。柵も完全に草に埋もれてしまって、あれ、柵の撤去する以前に草刈らないと何もできないな。柵立てた後にほっぽらかされてるのかな。
見晴らしができるかな、見晴らしがあるかな、あんまないな、結局森しか見えません。そもそも下北砂丘っていう青看板にそういう名前が出てこないから見えないもんなのかな、道からは。っていうかアクセスできないとこなのかな。と休憩して、よいしょ、あっとっとっと、危ない、この足が結構疲れてる。今ここ死んでる。あ、サーバー繋がらない。もしかしてここはフォーマが、いや来てるな、サーバー障害か。はい、じゃあ生存報告でもしとこう。電波強度強、電波強度は強いのに。あ、そうだ、ツーリングアップルチェックするつもりだったの忘れてた。次の日陰でチェック。
車も少ないな、ここ。バイクもほとんど走ってない。2時半か。お、ダメだ、全然砂丘がない。日陰、日陰。今のは猿か。下北砂丘は何も書いてないな。これは
この辺だから、猿かもよ、手前か。あ、ハングした。本当によくハングするな、これ。起動するまでに1、2分かかります。まあ、これはバズアイっていう機能のを利用して全国分の電子国土地図をこの中に入れてるんで、それを一通りチェックし終わるのに時間かかるんですけどね。普通だったらもっと起動は早いです。マイニリーの三角、マイニリーのトライク初めて見た。あ、トライクというか三輪バイクみたいなやつ。逆は見たことあるけど、前一つ後ろ二つは。
やっと民家出てきた。左に立ってたとこは演習場があるとこか。遠いな。何キロもある。じゃあこの辺で放送始めてみるか。きっかけで。ん？バス停か。バス停かな。何も書いてない。めんどくさいけどやるか。マイク外します。
と。一応タイミング合わせ。時刻合わせ。14時38分57、58、59、39分。そういう電波強度は今日バッチリのはずエリア地図でもエリア内だったし、こんにちは。砂丘がありません。やった。よし来た。砂場、砂丘とかそういうとこじゃないです。砂丘とかそういうのはないです。ずっと森の中走ってます。こんにちは。夕方のもうすぐ3時か。いや、ちょっと映像がそうなだけで。いや、でも結構夕方だな。砂丘はですね、砂丘というのは確か地図上にあったんですけど、いらっしゃいませ。青看板には一度も砂丘というのが出てきません。まあ、東、アクセスすることができないんじゃないですか、あそこもしかして。いらっしゃいませ。今ですね、今ここがなんかサーバーに繋がらなくて、私が噂かどうかわかんないけど、ロボさんです。今ここがですね、サーバー繋がらないんですよ。ちょっともう一度やってみましょうか。ここ電波割と良さそうな感じです。電波強度は強いと出てた。ついで 何キロかあるみたいですよ。生ハゲの格好で道ある。ダメだ、やっぱりサーバー繋がらないみたいです。噂なんだ。とりあえず海に向かって何キロも、片道何キロも行くのはちょっと、今まだ海から2キロぐらいありますよね。この先海に近づくとこはなくはないけど、もう先終わってるな。とりあえずなんかこちらに行ったら砂丘っていう看板があったら、あったら見に行きますけど、なかったらスルーしますか。アイパダウンしてますか今ここサーバー。なんかあそこに緑看板に左側向き矢印で何か書いてある。で、今ようやく民家が出てきました。さっきまで、下北敷地に、じゃあ基本的に入れないんですね。何がどうでしたか。トントンかな。こんにちは。ヒバの埋没林ってのありますね。今日距離があれだけどどうするかな。ヒバの埋没林まで何キロあるんだ。日本一サルガモリのヒラメ。埋没林っていうのは木が埋まったまま化石化したようなやつだったと思います。石みたいだけど、埋没林までどんぐらい。あった。道ねえよ。道路あります。じゃあ一応行ってみるか。ここでいいのかな。海から、1キロぐらい行ってみて
あんまり見つからないようだったら諦めるかな。ここは猿ヶ森っていうところの集落みたいですね。今ここが標高37メートル、ゼロまで下ると登ってくるので疲れるな。諦めろん。完成していない。でも地図がないところ、ウェブの地図にはないところって結構あるんですよね。伊豆大島の羽生港なんかも確か Google マップはほぼ地図がない。案内板あった。伊能忠敬を呼べ。パーキングと東屋はあるけど、あと多分上の方に線が途中で途切れてなりますよね。あれが確か自衛隊の忍び込めるところの入り口じゃなかったかなとか、言っちゃいかんかこんなとこで。まあ行かないけど、川を、ああ点線がありますね。ああなるほど、地元の人。今来たところがこうで、ちょっと向こうに行ってから左に曲がって川沿いに行きゃいいのか。 OK 分かった。よっと、さて横浜町に何時に着くかな今日は。温泉施設が20時までなんで、遅くとも19時には着かないと。やばっと、あれは川流れ、これは。お、いらっしゃいませ。こいつは一応道ですね。北東北です。道ですね。一応いいのかなこれ。道か、グリーン。いや、クマ本当にこれ出る可能性はありますよね。人がめったに来ないとこだし。あれ、こっちと本当いいのか。あれ違う、これじゃない。川はもっと先だな。今のとこじゃない。今のとこでこっちじゃない。位置情報、今ここはなんかサーバーダメみたいです。クマに襲われてみた。よいしょ、違いますね。右のもっと綺麗な道の方だ。電波この辺強、電波強度が強になってたんで電波あるみたいです。それもあって放送始めたんですけどね。熊鈴今回持ってきてないですよね。持ってきてもよかったかな。なんか爆発してる気分だ。アイムさん、いい音ですよね。真鍮製だから何と言ったって。そう、仏壇の真鍮的な音。あれ、東屋があるってあれか。お通りください。餌、車で迷って、車1台だけありますね。1クラス上ですよね。横行止まってるみたいです。火場埋没林まで400メートル。肉、脂肪はちょっとあるんですけどね。体重は最近全然減ってないよ。400メートル、まあ自転車で行けますねこれは。
うせな。うん、埋没林、うわ、山陰の方で見ましたね。三瓶山とかあの辺りで島出てと、これはまあ熊出てもおかしくないな、全然全然おかしくない。うん、山陰の方にもありましたね。あれ何の埋没林だったかな、いらっしゃいませ。ただあそこはなんか埋没した林を地下に向かって掘り下げて、掘り下げ、砂地になった。これはいかん、これちょっと自転車厳しいですね。歩くか、砂地なので歩かざるを得なくなりました。お互い持っていきます。乗ってきた自転車ありましたね、確かに。うん、ママチャリがありますね。キノコそうかも、うん、外よしで、 GPS も今の意図せず鳴らしてしまった。電波ダメですか、マシベ少女。よっと、ダメですかね。洞窟に蛇が尻尾から落ちてくる。メロン、あ、ここから先行けたかな。いや、砂地だな、変な道。いや、うん、90 2時間お疲れ様です。スズメバチ、うん、トンボトンボ、電波来てますかね。来てないかな。うん、帰ってくるとやっぱ今来てないか。途切れ、ああ、やっぱり電波そんな良くないんですね。今ここはサーバーが死んでるみたいです。あ、こんにちは。ベルは確かに付け外し簡単なんですけどね。あれ確かワンタッチで外れるはず。外したことないけど。うん。戦ってこいって言ってましたね。勝ち目あるって言ってましたね。横浜まだ先。どう読み。歩きで 400m っていうと何分ぐらいかかるんだったかな。時速4キロで歩いたとして4、5分か。3、4分。そう、取り返しに行ったらダメですよね。60m。意外とちゃんと整備されてますね、ここは。そして誰も来てない。イノシシ怖いですかね。確かに牙危ないらしいけど。時計、査定もですね。あと100m。
砂漠、舞鶴荘。トロナーな。何が映ってんだ、今映像は。青爆だからか。宝箱。お、着いたかな。ん？来てる。ん？素敵に保つ存じてるって言ったな今。保存してるを保つ存じてるだと。あ、保存してる保存じてるって書いてしまったからかな。青箱に猿はどうだろう。ん？これのこと？これじゃないよな。これ違うよな。なんか普通の木にしか見えないから、これ違うよな。ん？人だ。うわ。すごいラグだ。え？これのこと？芝埋没林、この沢沿いのこれのことだよな。え？シューティングゲーム。服装がちょっとなんかカジュアルすぎましたよね。ん？これのことですか？このなんかただ枯れた木に見えるこれ？ん？ん？登ってないっす。どこが映ってるのかな？こんだけ？何か見落としてるような気がしてならん。歩いてます。これなのかな。あ、メンテ中。なんか納得いかん。でもこんだけしかないよな。じゃあちょっと通常配信しますね。ん？これだ、ジェイケ？あ、これだけ映ってるのか。でもちょっと上り速度が、あ、上り速度復活してるな。リロ、リロード、願いますと。電波いいですね、ここは。あとなんか曇ってる？ウェブカメラ。よっ。うーですよね、今は。なんかちょっと曇ってるように見えますね、あのウェブカメラ。で、こんだけ？これ、ヒバのその埋没林なんですかね。なんか、これ湯気。こんだけ？これか。これが本当にこれなのかな。いや、そこのほら普通に枯れ木になってるようなやつ、どう見ても今見てた木の方向がこの辺なんですよ。今ここから立ってこっちを見てたんで、で他に道はないので合ってるはず。ヒバ。あと、これは何て読むんですかね。パパル林小藩？ハチハチル？パパル。パパルかな。というわけで、納得いかねえ。いや、奥は確かに、
確かに松林の中に分け入ってはいけそうですけど、こうやって88る、いろはにほへとちにちりぬるおのるかな、埋没じゃなくて普通になんか木が枯れてるようにしか見えないですけど、これでいいんだろうな、きっと。多分これです。はい、以上。 なんかもうちょっと分かりやすく書いてほしいですね。写真サンプルでこれが何千年経ってる木とか、なんかそういうの書いてほしいですね。このシーンは。で、地層の中。地層の中ですか。がっくり。地層の中って、そういうとこですかね。写真、いや、撮りましたよ、一応。その辺りになんとなく木が見えてる、それとか。この辺りってことですよね、埋まってるの。これは違うのかな、じゃあ。まあ、そういうことで。また電波悪いところを通って、で、例えばそうですね。また電波悪いところを通って帰るので、プチプチになると思います。切れると思います。先が見えないですね。できの。名所。名所。迷うの名所かな？違うか。登り速度はまだいってるな。次枠、行きます。どこまでやろうかな。なんか砂丘も何も。ノルウェー。そういうことで。納得いかねえ。なんか赤い実がある。いや。砂丘、まあそうですね、砂しかないですね。クワガタ、ニジロクワガタとか。キーワード、ヒバ埋没林。カタカナのヒバに漢字で埋没林、埋没林。URL、下北遺産、多分それですね。今のところで合ってますよね。ちょっと今 URL 開こうとすると大変なので、やらないんですけども。気にしなくて。今横浜町に入ってますか、ここ。クロスバイクバッチリ。マウンテンバイクとそういう違和感ないです。あれ、電波いいままだな。なんで？写真とは違います？土佐の播磨屋橋ですね。ん？播磨屋橋？播山橋？坂でカチカチ鳴りますね。カーボンフォークは違いがわかりません。例によって。走る。小豆島の、なんだっけ。何海峡だったっけ、あそこは。ギネスに載ってる世界一狭い海峡ですよね。あそこは、土庄港の、何海峡だっけ。この辺のやつが。道は結構いいですよね、ここは。目視的。なのかな。カブトムシ、クヌギとかそういうのが松林にはいないですよね。なんで電波いいんだ、さっき行きはダメだったのに。ん？地図。地層の中。何の場所？地層の中だったら、島根の方のやつは本当に地下にあって、施設を地下に向かって掘って作ってましたね。183もそんなにあったんですか？へえ。でもどれがどれだか全然わかんなかった。せんね、今のが化石。そうかも。どこも。奥の方。確かに電波どっから来てるんだろう、これ。
こ。あってる。大丈夫、帰ってる帰ってる。あ、今来た、来てらっしゃいませ。迷子じゃないです、大丈夫です。あ、一部、あ、うん、あ、今ラグありますかね。行くとき電波悪かったのに今いいですね。そう、木箱に今橋の上、今橋、あ、今橋の上。あ、じゃあそんな今ラグないですね。真受けに凄かったですね。震えが来ましたね。原発六ヶ所村の方には下らずに途中で峠越えて、陸奥湾の方に出ます。よいしょ。たどこ踏んですね。あー、自転車無事でございました。今ここダメみたいですね。スタンドは輪行の時にめんどくさくてやってないですね。今のはファンが中で擦れてる音だと思います。六ヶ所村は六ヶ所ですよ。あ、今ラグ全然ないですね。積まれておりません。今年はなんかクマがよく見られてるみたいですね。さて、じゃあ横浜町に向かいますか。芝の埋没林も見たし、かカナフレックス、キューレバー。雨ついたから。でも本当に今クマ出てもおかしくない場所ですね、ここは。あ、そうだ、ポタファイをしまった。しかも後ろ開けっぱなしで走ってた。ただ後に暑くて、暑いと餌がないんですかね。山なんて暑ければ暑いほどさく、なんかよっと、横浜から来た。あ、そうか、この辺で横浜から来たっていうと、そうか、あなた鋭いですね。この辺で横浜から来たって言ったら、ああ、あそこからって言われますよね。住んでるの横浜なんですけど新幹線で来ましたって意味わからんってなるほど、確かに横浜から来たというと、ここじゃ、ここら辺じゃ誤解受けるな。自転車でどこから、横浜から来ましたとダメか。よっと、お、1000円。お、よっと。あ、続きは一応やります。あ、上り速度出てないな。神奈川。の、野辺地？また電波良くないですね。よいしょ。浜子ですよ、浜子。いや、私は出身じゃないけどね。あ、そう、今頃気づきました。よいしょ、遠距離、そうですね。あ、横浜市。本当のひでえ。福島、ああ、そうですね、関東から、神奈川と横浜って、横浜の方が知名度高くないですかね。私は一応横浜市内ではあるけど、神奈川より横浜の方が全国的に有名ですよね、多分。叩く、またラグ。コメントの時差がすごいな。横浜って、
青葉区いや認められないですか。あ、今日はもう3、40キロ進んだところからところの道の駅、あ、延長はないんですよ。これ一般枠なんでまた別枠取ります。ふう、東京から、ああ、そう、横浜に泊まります。今日はの予定、とりあえず道の駅は暗くなってからでいいけど、横浜温泉っていうところが8時までなんで、それには間に合わせたい。また自販機か、うん、自販機か。あ、ゴミ箱ないな、やめとこう。旧猿ヶ森中学校、あ、さっきの崩れてた建物か。あれ横浜から、あ、シューマイの街ピューピュー言ってますね。うん、そう、神奈川薄い。うん、みなとみらい、あ、終わった、うん、じゃあ逆取ります。バッテリーの残りメモリは、おう、まだ4メモリ中3メモリある。から10キロぐらい、11、2キロ南下して峠越えて、で横浜町か。いらっしゃい、ちょっと待ってください。と、和骨よいしょ。上り速度は、うーん、お、上がった上がった、 OK、 大丈夫ですね。やっぱりレンズ曇ぼやけてるのかな。うーん、砂丘じゃなかったです。よいしょ、ひまわり綺麗ですね。風鈴の音がいいな。この辺りみんな基本的に窓開いてる、窓というか縁側の戸が開いてる。よし、じゃあ行きますか。ここからまたすぐ国道に戻って、ひまわりさんここです、ひまわりさんこいつです。これは国道だっけ県道だっけ。農作業に出てる人は少しいますね。猿ヶ森漁業直売センター、直販センターかな。さて、ここから 10キロちょい南下して、で250メートルの峠越えた後にようやく線路沿いに出ます。あ、今県道ですかね。道合ってます、大丈夫です。今は合ってる。しかしイメージしてた場所と全く違う。
道の駅18時過ぎるんじゃないかな、はあ、今一瞬下りでしたね、はあはあ、今カメラの上下から立ちこぎしてるのがわかるでしょうか、はあ、いてててててて、ああ杉ばっかりですね、確かにこの辺りずっと植林された杉林ばっかりみたいです。視線がですかね、お尻はですねあまり痛くないんですよ。まるで今日が初日であるかのようなお尻の痛くなさです。まるで生まれたてのようなガリボツ。尻はまあ痛くないですよ、不思議と。初日はまあ、でも初日は痛くなるかな、どちらかというと。初日は割と痛くなりがち。なんか平地をずっと走ってるとそうですね。立ちこぎが混じらないから。ジ・エンド。お尻鍛えてないの。今ここはなんかサーバーがダメみたいです。そうサドル古いのにしました。ただこのサドルもですね、もう縫い目がほつれてきてるんで、ガムテープでぐるぐる巻きにしてる状態です。カメレオンって。そう、さっきの集落に来るまで、ずーっとこういう道でした。何にもないよ。その地図だとなんか池とか湖みたいなやつとか、あと砂漠っぽい砂丘っぽい地名表記、地名というかあの記号表記があるんですけど、この道走ってる限りはずっとこんな感じでした。なんかイメージと違う。そう、針葉樹林ほぼ過ぎ、次の木、眠り運転あります。まだ、いや牛か、現在地ちょっと自動投できないんですけど、猿ヶ森っていうところ、今なんか猿ヶ森っていうところから流してます。向こうの方に牛はちらっと見えるんですけど、ずっと木が邪魔してますね。漕いでるのにできますよ。それで私は一遍頭打って記憶が一瞬飛びました。5分ぐらいの間、自分がなんで旅行に来たかが思い出せなかったんですよ。名前とか覚えてたんですけどね。で、この距離から牛がこっち見てる。向こうに黒いつぶつぶ見えますか。 1,2,3,4,5,6,7 と言います。いや、その時はヘルメットしてなかった時です。あっちにも牛いるな。その時は本当に頭をヘルメットなしで打って、多分その居眠りしてたから全然受け身的なもの取れなかったんですよね。で、腰につけたデジカメがぶっ潰れてました、記憶を。そう、その可能性はある。片側が黒い、片側見えてる方向だけか。なるほど、見えてる範囲でしかものを信じられないという名探偵みたいな。何だったろうか。そう、自転車で居眠り運転しました。本当に留萌の近くでした、あれは。だからそれ以来もう積極的に昼寝するようにしてます。あとはヘルメットもほぼかぶりっぱなしにしてますね、走ってる間は。留萌は総合病院があったんで、そこでスキャンしてもらいました。脳内に異常はなかった、スキャンしてる範囲では。で、それとは別に、
3人で並んで走ってる時に前の人が避けたの見てなくて、たまたまよそ見してて、で車止めに正面からぶつかって前転して、ヘルメット真っ二つっていうのがありましたね。その前転真っ二つの時は本当にやばかったです。あのヘルメットしてなかったら頭蓋骨多分持たなかったんじゃないかなと思うんですよね。そんな全体重かけて頭から落っこちたら自分がその一瞬間ひっくり返ったのもよく分かってなかったから、受け身取ろうにも全然、そう、その時あの首がちょっと短くなったとかなんとか、うん、そう、首が本当に変な方向に首が曲がらなくてよかったです。ヘルメットがあってもしばらく息ができなかったです。でその後なんとか輪行して帰って、林道ですか、まあなのでヘルメットはまあ一生のうちにそんなことが何度あるかわからないんですけど、そういうことが起きた時にヘルメットかぶってたら超お得ですよね。そうヘルメットあの時割れちゃいました、スペシャルのヘルメット。たった1万円ぐらいのヘルメットで自分の頭蓋骨が、ん、林一太郎博士誰ですか、ん、車あれ多分そうですね、息できなかったです。うん、それに近く今でもちょっとあのこう後ろ首だけ後ろ向こうとすると少し寝違えたような痛みがあったりしますね。あだだだだだ、いでででちょっと負荷かけただけで足の筋肉が痛い。はあ、ん？メットは自分の、はあ、体が、うん、歪んだ可能性も確かにありますね、はあ、やっぱり疲れある程度溜まってるみたいですね。その足の筋肉をグッグッと使うとその少し後から遅れて痛みが来る。長距離、いや、あの麦わら帽子だけって人も日本一周の人いましたね。ん？ぐるぐる全身、あー遅れてくる。いや、いやの痛みってあの数秒、あの 0. 数秒ぐらいなんですけど、いや1秒ぐらいかな。グッグッグッってやると足に足が一瞬酸欠になったようなちょっと冷えたような感覚があって、でガーッと痛くなる。あの痛み、なん、どういう痛みって表現したらいいのかな。それもすぐ引く痛みなんですけどね、乳酸なのかな。また細かいアップダウンが多いな。そう、乳酸菌が、乳酸菌と乳酸の関係が分からん。ん？最近の何がメット？今日は暑かったですけど、そろそろあの日差しも暑さが引いてきました。乳酸飲めばいいのに。乳酸菌と乳酸関係あるんですかね。よいしょ、うん、基本そうですね。今回はさすがに雨に土砂降りに降られた時なんかは車体拭いてチェーンも拭いた後で油さしましたが、ん？上り？あ、太ももピリピリというか、あの尻の横あたりが、もう尻の横あたりのなんか神経がビリビリ痛い時はなんか神経が筋肉で挟まれてどうとかって話でしたよ。でしばらく整体に行ってマッサージしてもらってたら収まりました。それ以来起きてないですね。
神経がそういうものなんですかね。神経圧迫っていうところは間違いないと思います。今日のキャンプ予定地は道の駅横浜ん次、はあ、はあ、岸面、はあ、あ、私のメンテは明らかに故障と分かったら医者には間違いなく行くんですけどね。ん筋肉がん、はあはあ、家畜伝染病予防のため立ち入り禁止。この辺りは母配信、母するようなアップダウンじゃないんですけどね。疲れ溜まってるのかな、やっぱり。この辺りは酪農とかそういうのですかね。あ、でももうやってないな。この辺りは、あ、でも薪はたくさんあるな。ここも立ち入り禁止って書いてある。このあたり筋力の、お、いってらっしゃい。あ、お気づきありがとうございます。上り坂、そんな大したことないんですよ。なんだろう、工程費とかあのあたりの煽りを食らってもう営業できなくなったとこなんですかね。宮崎で、あのあたりは、あのあたりは本当に現場の人はたまったもんじゃない状態だったらしいですからね。本当に生活ができなくなるような。たまったものは、心の中にたまったものを、近づけばすれば、総収入源、まあ、この辺りなんかこういう、何にも使われてない土地が本当多いですね。杉林かこういう隙間、ドーン、牧草地でもなくて、そう、工程機、売り上げ増えた。あ、本当にそこまで行ったんですかね。メガソーラー。何が？はあ、ん？低温浴。高温浴はダメなんですかね。なんか、この間ユースのペアレントさんが言ってたのだかな。基本、殺処分ですね。下北半島には、の温泉、まあ、まず基本的に銭湯はなくて全部温泉なんだそうです。で、そういうところのお風呂は漁師の人が入るようなところは大体暑いそうです。ん、あ、隣住み、私は横浜住みです。横浜市、ここは青森県の下北半島の右上あたり、本当の右上の端っこの尻屋崎っていうとこ行って、そこから戻って南下してるとこです。こっちは本当に何もない。なのに電波があるのが不思議。横浜町っていうのがあります。下北郡、あ、下北半島に。80。イエス、横浜。そう、緑国。いや。よし、わかるだ。ああ。やせがま。電波すかな。上北郡。今日は野宿です。道の駅の木先借りようと思って。ただ、今日の夜雨降らないかな。サウナどうなんでしょうね。私、サウナ怖くてあんま入らないです。のぼせやすいから。人工物。その柵とかでは。車だー。別荘。台風は、台風はまだかな、はあ、叱られる、ホワイトアウト、なるほど、雨降ってほしくない。
この配信2人来たらダメか。そう、今朝6つ出てきました。赤川駅の近くから出てきました。また立ち入り禁止だった。本州プロ野球は広島カープ、天下の広島カープ。晩ご飯、そうですね、でもパスタとふりかけしかないからどうしようかな。そう、広島カープって言いましたよ。生コンシャー、さっきのですね、生コンシャー。いや、広島カープまだあるじゃないですか。何言ってんすか。ありますよ、人住んでました。さっきは集落ありました。猿ヶ森っていうところに集落ありました。しかし猿ヶ森以降また何もないな。ちょっと北海道もびっくりなぐらい町がない、町というかあの集落が。まあ北海道びっくりじゃないな、北海道でもこういうとこいっぱいある。クラウンライターライオンズ、カープありますよね、ありますよね。岩国、いや、いやでもふりかけは本当にパスタ用のやつなんですけどね、混ぜるだけのたらこスパの素。すごく北海道みたいなんですよね。そう、そう、広島ファンだって。あのホークスはもう何ホークスかわからないから、今 SB ホークスでいいんでしたっけ。前のチャリどちらも変わらないぐらいの感じです、今のところは。今のが新しい分、あの、いや、今回北海道には渡らずに、新青森から月曜日に18時のはやぶさで帰るチケット取ってます。初見さん、いらっしゃいませ。ん、野球ソフトバンクですよね。そうそう、ダイエーホークスの時代でした。私の確か大学時代あたりかな。飲ませる。そう、粒もちょっとどうなるかは。この道路は、ダイエーあります。40キロ、もうすぐ国道に合流するな。国道に合流したら何かあるんじゃないかな、自販機とか。近鉄バファローズは分かんないな。近鉄バファローズはですね、近鉄バファローズは今は何だろう、楽天バッファローズとかになってないかな。楽天は何だっけ。苦闘に何かあるんじゃないかな。車丸越、大英で、新しい太陽ホエールズ、ブライアント、ブライアントって知りません、すみません。球団、私は球団オーナー、独立再参戦。そう、広島カープって一体何十年広島カープなんですかね。オリックスバッファローズか、そうなんだ。どうもどうも。DNA、 そうそう、なんだっけ、 D なんとかって今急あれチームなんですかねって。デッツ、横浜はベイスターズですよね、ですよね。太陽といえばミヤアン338プロ野球、すみません、何にも知らない。ノモ、どこの球団、なんとかソックスにいるんじゃないですか。アメリカの球団って言われるとなんとかソックスしか、レッドソックスだっけ、レッドソックス。
あと何があったかな、アメリカの球団。その、私若いからよくわかんないや。ボビー、道広くなったな。かなり八戸まで91キロもありますよ。お金ない。市民球団、原監督はジャイアンツでしたっけ。原監督はイラブ、そう、ゆとり世代の、ホワイト製、1時間か。ハンカチ王子、ハンカチ王子はテニスでしたっけ。野球、クロマティは高校、うわー、スキャンダルネタとか全く知らねえ。ハニカミ王子、あー、テニス、巨人の星も見てなかったな。ん、どこのローソンの看板。小牧高校、ん、あ、ハンカチ王子は野球、あ、高校野球か。早稲田の王子、早稲田、どれの話した。そう、冷水峠でいいんでしたっけ、冷水か、冷水でいいんでしたっけ。あそこの峠越えるんですけど、結構ありますね、あれは。これまで何日も500メートル級の毎日のように越えてたんですけど、今日はほぼ平坦だと思ってたんですが、ん、事故の話、居眠りしてこけたと申しました。スメパイレーツは覚えてないな、よく。ん、さあ、こんな、ん、関内に行ってチェックインはない。ただ温泉8時までしか行ってないんですよ。横浜温泉、あ、小田なんとかの、あ、下北試験場って書いてあった。試験場、試験場っていうと、ん、痛そう、居眠り、うとうとと、でそのまま転ぶ。しかも車、はあ、そう、奇妙な旅行なのに風呂にありつきたい、風呂に、はあ、自転車で居眠りありますよ。あと何キロぐらいかな。かなりなんか広域濃度みたいなまっすぐっぷりだ、はあ、居眠りある、あるある、天然シャワー、バカって言ったね、はあ、父さんに言われたことはあるよ。7時、そうですね、だいたい7時半か7時ぐらいまでしかあれなんですよね。あと何キロか、道の駅横浜までの距離です。私の希望としてはあと30キロぐらいだといいな。道の駅の1キロ以内ぐらいのとこでした、確か、はあ、温泉結構ありますかね。ただ少なくともこっち側の太平洋の一番ギア小さいんじゃないです。あ、なんだっけ、温泉はですね、こっち側の太平洋側にあんまないみたいです。そもそも集落自体が少ないし、下ってないです、なんか微妙に登ってます。被らないよりは100倍ぐらいマシだと思います、はあ、そう、今南下してます。右手に太陽があるのでこの時間に、はあ、こんなほど意味ありますよ。昆布とか干せるじゃないですか、はあ、あとですね、路側帯で今日尻屋崎に行く途中に路側帯で定置網みたいな長い網をなんかメンテしてるおじさんたちがいました。路上で
で、なんだっけ、なんて今聞かれたっけ、忘れた。次男ですが、次男、次チタン壊れました。あ、ハンダチメ、そう、ちょっとあの馬同士が歩いてるところに奥の方の馬がちょっと動いて、手前の方の馬が私の方にトトッと来たんでちょっとビビりました。体重何倍あるんだろう私の。下北の西の方です。チタン割れてましたね。いや、いつの間にかチタンヒビが入ってました。チクランはいいです。あの順位を見てくる人はかなりあの感覚ずれてるので、ニコ生平均的な雰囲気になってしまうと私はまともに応対できなくなります。なんちゃってな、まあまあいいですね。なかなかいけますね。80、ああは 出してるんじゃないですかね。うん、切れ字ですか。あのどうですかね、十何年乗ってて。アルミ、あスピード、私の足がもう無理。うん、腐ってますね。足毛が。ここから払えば、もうそれは痛じゃないですか。何回言わせるんですか。あ、30来てますか。ありがとうございます。すいません。ちょっとあと何キロっていう話してた時に、少し期待してました。あ、ただ、残り30といっても途中に峠があるからやっぱり到着は7時ぐらいになるかな。うん、あ、もうそろそろ終わりですか。お疲れ様です。うん、20キロぐらいだと思います。お疲れ様です。あ、終わった。うん、やった。峠手前までやるかな。といってもうそろそろ、まだついてないや、全然。よいしょ。でも30キロ切ってもう2時間、あと2時間ちょいしか、日暮れまで。峠のてっぺんまで行きたいな、日暮れまでに。